これからね、この辺りでいろんな事件が起きますから、場所の確認をしてもらいます。まず、日露戦争で日本は、両党半島をロシアから奪いましたね。両党半島はここです。ここです。先に、半島の先っちょに、旅順という港があります。203高地があるところですね。で、この三角形の半島、両党半島と、それから、北に伸びる鉄道、旅順から宝天、長春、長い春、長春まで、ここを日本がロシアから譲り受けました。この鉄道を南満州鉄道と言います。で、これはですね、鉄道だけじゃなくて、鉄道の両脇を帯状に日本がもらったんです。ここは地下資源が豊富で、鉄が出ます。石炭が出ます。宝の山です。ね、その鉄石炭を掘っては、鉄道で旅順に送って、ここから日本に運ぶということです。で、この大事な南満州鉄道を守るために軍隊が置かれます。で、この旅順に司令部が置かれます。関東軍と言います。なぜ関東軍というかというと、両党半島のことを関東州というのだ。この意味は、北京の東に万里の長城の終着点があります。長城の東側なんで、関所の東側ってことで関東州です。当時日本の軍隊っていうのは、日本本土を守る軍隊と台湾軍と朝鮮軍と関東軍に分かれていました。で、この関東軍っていうのが、要するに日露戦争で何万人もの犠牲を払って旅順を取ったのは我々だという気持ちがあるので、何が何でもここは手放さないと。で、逆に国境拠点にして日本は満州に植民地を広げていこうという、まあ日本の軍の中でも一番の右翼の集まり、これが関東軍で、後でいろんな事件を起こしたのは全部関東軍。現在のに日本の天皇は君臨すれども統治はしない。首相も選べない。首相を選ぶのは国会。安倍晋三君300何十何票、おー、小沢一郎君100何十何票、新井和夫君30何票。よって本院は安倍晋三君を内閣総理大臣に決しました。わあ、やってほしい。私がこの度内閣総理大臣に指名を受けました安倍晋三でございます。さて、自衛隊の最高司令官は誰でしょうか。今自衛隊10万人いますけども、自衛隊の最高司令官のお名前です。安倍晋三です。私が自衛隊を指揮いたします。これが今の日本であります。文民統制、シビリアンコントロールといって、国会で選んだ首相が軍隊を指揮するんです。だから軍隊は勝手なことはできません。戦後日本で一回のクーデターもなかったのはそういうことです。ところが、戦争負ける前の日本、明治憲法の日本は今とは全く違っていました。議会はあったんですが、議会は首相を選べません。天皇陛下が選んだんです。これはドイツ式、ドイツのビスマルクの憲法がこのやり方でした。で、これは真似したからで、
明治憲法を作ったのは伊藤博文 で彼は若い時にドイツに留学してビスマルクに会ってます。で本場で教わってきたんです。国会は開くが首相は選ばせないと。そうすると、彼は選挙で勝っても負けても首相は辞めない、天皇陛下の信任がある限りは辞めないということですね。では天皇が伊藤を切ることがあったか、ありません。なぜかというと当時明治天皇陛下、明治天皇はたった15歳で天皇になられ、つまり自分の意思ではないです。伊藤たちに担がれておみこしになっただけですから、全く政治にはノータッチ で万事この明治維新の指導者にお任せしたんです。だから伊藤としては天皇からクビになる恐れは全くなかったんで、天皇の力が強ければ強いほど自分の力も強まるということで、こういう憲法を作った。天皇は首相を任命しクビにできると同時に軍隊の最高司令官でもあると。軍隊の指揮を取ることを統帥権と言います。これが今とは違う。では軍隊、陸海軍、当時空軍なかったから陸海軍と、それから政府の意見が違った場合はどうなるかと。例えばね、日露戦争の時に作戦をどうするかで、政府の考えと陸海軍の考えが違ったことはありました、実際に。で御前会議といって天皇を、まあ、議長ということにして、でこっち側に軍の司令官、こっち側に政府の大臣が座って会議をするときに意見が揉めると、最後はこの政府の方が、首相の方が黙れって言うと、軍人たちは最後ははっとなったんです。でそれはどういうことかっていうと、もともと陸海軍っていうのは薩摩長州軍です。で明治維新の指導者も薩摩長州の指導者です。ですから最後は明治維新をやったこの英雄たちに敬意を表して従ったんです、軍は。そういう、まあ、一種のカリスマ的な力があったんですよ、明治の政治家には。ところが彼らが明治の終わりに死に絶えていった、伊藤博文は韓国人安住君に殺されました。とその後大正昭和になると小粒の政治家たち、もう大隈とか原敬とか、とても軍を抑えるカリスマ的な力を持ってない。そうすると軍が勝手なことを始める、こういうことです。軍の考え、日露戦争で我々が数万の血を流して勝ち取った両党半島と鉄道、何が何でも手放さない。そしてここを拠点にして満州を日本の植民地にすべきだ。何が悪いのか、イギリスはインドでやっている、アメリカはフィリピンでやっている、フランスはベトナムでやっている、何が悪いのか。我々は満州を治める力がある。中国人の軍閥なんかを利用する必要はない、邪魔なだけだ。もしこの問題で外国がガタガタ言うなら力で蹴りをつける。何が門戸開放だ。なぜ中国だけ門戸開放する、なぜインドを開放しない、不公平ではないか。イギリス、アメリカとの戦争も辞さない。国際連盟がガタガタ言うなら連盟なんかはやめちまえ。連盟なんかに入らなくたってやっていける、現にアメリカは入ってないじゃないかという考え。一方政府の考え、あ、皆さん、我が日本は国際連盟の理事国であります。ですから責任ある地位を守らなければなりません。あくまでも欧米列強と仲良くね、争いは避けて、特に力を持っているアメリカ、イギリスとは協調関係を保たなければなりません。こうやって軍と政府が全く意見が違うんですよ。
で、この場合ですね、本来はですね、天皇が自分の意思をはっきり示して、政府の方針で行けとか、軍が正しいって言うべきなんですが、これもまた面白い日本の習慣で、日本の天皇というものは自分の意思をはっきり言わない伝統があるんです。で、御前会議って言って、こう天皇がまあ議長役で、で、こっちに政府の首脳が座って、こっちに軍の首脳が座るんですよ。それで会議してるときに天皇は一言も発言しない。ただ座ってるんです。それで、首相がね、陛下、我々は国際連盟の一員として、満州に手を出してはなりませんって言うと、陛下は、と頷く。で、軍人たちが、陛下、我々は力で満州を支配しますって言うと、陛下は、って言うの。で、両方に、って言うんです。これが日本の天皇なんです。だから、責任者ではっきりしない。で、これは後でね、日本が負けた後で、一体あの戦争は誰がやったのかはっきりしない。天皇はいつも運しか言わないから。天皇が自分の意思を示したのは、最後だけ。いよいよ広島に原爆食らってもう負けるっていう時に、政府がもう降伏しましょうという、軍は徹底抗戦って言った。その時に天皇は一言、やめると言った。こんだけ。さて、これが分かった上で、これからの話が分かります。国民党蒋介石が北伐に成功し、北京が陥落しました。ね。で、北京にいた軍閥の張作霖は、ここから、彼の地元の満州に逃げてくるんです。で、この時にちゃんと彼は、日本政府に連絡を取って、もう北京が持たないから、ちょっと満州に避難するから認めてもらいたいって言ってるんですよ。で、日本政府は、田中首相はですね、よく分かったと。ね。じゃあお前ちょっと、かくまってるから満州の方に逃げてこいって言ったんですよ、日本政府は。で、日本政府はこの軍閥を守る立場ですからね。ところが、彼が乗った特別列車が北京を出発して、ガタコンガタコン、頂上を越えて、で、この満州の中心都市、宝天って町に入ります。で、この町はですね、日本の鉄道がクロスオーバーしていまして、下を通っているのが日本軍が管理する鉄道です。南満州鉄道と言います。これは日露戦争以来です。長春から宝天、そして遼東半島の旅順までです。で、この遼東半島と鉄道の両脇を帯状に管理していたのが日本の関東軍と言います。当時日本軍は日本本土を守る軍隊の他に、台湾を守る台湾軍、朝鮮を守る朝鮮軍、そして遼東半島を守るのが遼東軍って言わないで関東軍って言うんです。で、この関東ってのは遼東半島の別名であって、万里の長城の東側なので、関所の東だから関東って言うんです。これは遼東半島なんです。この軍隊は、あの日露戦争を戦った軍隊であって、もう日本の軍部の中でも一番強硬な過激な、まあ、右翼の集めですよ、これ。それで、彼らは軍閥のことを邪魔と思ってるわけです。それでね、張作霖の列車がこの宝天に入って、その立体交差の上を通った時に、橋のたもとで大爆発が起こって、で、張作霖は重傷を負って死ぬんです。これを張作霖爆殺事件と言います。やったのは関東軍です。日本政府は全く知らないんです。これが日本軍の暴走の始まりです。張作霖爆殺事件と言います。河本大作という関東軍の将校が後で俺がやったって言ってますから。間違いないです。ところが、この作戦は結局失敗に終わったんです。むしろ逆効果になりました。というのは、張作霖は死んだのですが、その息子さんが生き残っちゃって、張学良と言います。で、彼がこの軍閥のリーダーとなって、そして彼はこう言ったんです。我が父は、日露戦争以来日本にあれほど協力してきたのに、
日本は用が済むと父を使い捨てにした。しかもむごたらしいやり方で。このことを私は一生許さない。私は本日より日本と戦う。蒋介石と手を組む。我々軍閥は国民とともに日本と戦うって言い出した。逆効果になっちゃった。蒋介石先生、私はあなたの部下となります。私は国民党の支配下に入ります。満州全土に国民党の旗を上げよう。だから関東軍としてみれば、今度は張学良を消せとなったわけだ。邪魔者は消せ。宝天のすぐ北に張学良軍のキャンプがあったんだ。でその近くで二つ目の爆弾が炸裂。龍城湖事件。龍は縦棒が2本だからこれ気をつけてね。龍城湖事件。龍城にあった関東軍司令部は声明を発表します。今回の鉄道爆破事件は張学良の仕業である。我々は断固反撃をすると。これで満州において張学良軍閥軍と日本軍関東軍とが全面戦争になった。これを満州事変という。そして数ヶ月で日本は張学良を叩き出し満州全土を制圧。時代も悪かった。張作霖爆殺の翌年が世界恐慌で、イギリス、フランス、アメリカは植民地をがっちり握っちゃって日本製品は一切買ってくんない。日本は当時も輸出で食っていた。日本の輸出品が全部ストップした。売れなくなった。企業は倒産し失業者は街にあふれた。実は日本は世界恐慌の前から景気が悪くて、まず一つは第一次大戦で儲けすぎた。第一次大戦はヨーロッパでみんな物を壊していたから日本製品はヨーロッパで売れたんだ。ところが戦争が終わっちゃったから日本製品がまず売れなくなった。戦後不況という。それに加えて関東大震災。東京で何百年に一回という直下型大地震。東京横浜が全滅した。だから東京横浜に工場やビル持ってる社長さんはみんな倒産した。でそれに加えて世界恐慌だからもうトリプルパンチだ。で街には失業者が溢れ、その時に政治家は何もできない。軍はこう言った。満州を取る。満州を取れば諸君は職が得られる。満州は石炭が出る、鉄が出る、土地は広い、無限にある。日本の失業者を満州に送って鉱山を掘り農地を開拓すれば失業問題が解決する。満州へ。満州は日本の生命線。満州財政に入れば日本の今のピンチは脱することができる。満州へ。そうするともう国民がうわーっとなって満州満州へっつって、当時マスコミももう満州満州ですよ。今はすっかり平和主義の朝日新聞だって当時は満州満州言ってんだから。さて中国は、蒋介石は国際連盟に訴えた。日本の侵略を訴えると、調査団を派遣してもらいたい、満州に。で、イギリス人が団長となって、リットン調査団がやってきます。日本政府は慌てました。まあ、まずいことになった。このままでは国際連盟から非難されてしまう。我々は国際協調したいのに、軍が勝手にやったことを。だって、満州事変、満州事変だって日本政府知らないんですよ、これ。全く。後で軍から電話があったんですよ。我々は決起したって。どうするんだよ。だから当時の日本っていうのはもうね、完全にやってることがもう分裂状態で、政府は国際協調って言うんですよ。で、軍が勝手にやるんですよ。ボカボカボカって。だから、人間って言ったら、こう、右手で相手ぶん殴りながら、左手で握手握手って言ってるもの。こういうことだったんですよ、当時日本っていうのは。ああ、まずいことになった。そうだ、こういうことにしよう。これは日本の侵略ではなく、満州族の独立運動ってことにしよう。
もともと頂上の北は漢民族ではなくて満州族の地であって、ここの満州族が新しい国を作ったんである。我々日本軍はそれを助けたに過ぎないであるから、ここは日本領としないで満州国ということにしよう。おい、あの男を使え。戦闘艇溥儀、清朝最後の皇帝満州族。こんなに大きくなりました。あの辛亥革命で位を追われた時はやつだった。で、彼が担ぎ出されて満州国執政大統領に選ばれました。後皇帝になります。ああ、私はまた皇帝になれたと彼は喜んだんだが、この満州国っていうのは、皇帝は満州族、溥儀、それから役所の各大臣も満州族や漢民族、しかしその下、全部日本人。官僚は全部日本人。それから軍隊は関東軍。満州の防衛は関東軍が担当するという協定を結ぶんです。日満議定書って言って。だからこういうのを保護国と言います。もしくは、傀儡国家、ロボット国家と言います。安倍晋三のおじいちゃまの岸信介って人は、この満州国の官僚だった人です。東条英機は、この関東軍の司令官でした。さて、リットン調査団がやってきます。現地を見て歩きました。鉄道爆破現場を見に行ったら確かに大きな穴が開いてました。しかし鉄道は無傷。鉄道爆破じゃなかったんですよ。鉄道の脇に穴が開いてる。それから現地人にインタビューした結果、満州族独立運動などなかったと。リットンはレポートをまとめて国際連盟総会に報告しました。これをリットン報告書と言います。国際連盟は今回の事態を日本による侵略行為と認め、まず日本軍は満州から撤退せよ。2、満州は中華民国に返還しとは書いてない。とは書いてない。なんて書いてあるか。満州は中華民国とは切り離して国際管理とし、つまり日本だけじゃなくて日本も入れてアメリカ、イギリス、日本の国際管理にしと書いてある。3、しかも日本が日露戦争以来持ってきた鉄道、鉱山、炭鉱、その他の権益、利権を奪い取るとは書いてない。尊重するって書いてある。つまり日本軍は撤退してもらうが、満州に日本が持っていた様々な利権については丸ごと認めてやるから、しかも守ってやるから、国際連盟が。だからもう戦争はよしなさいという非常に甘い内容だった。これリットン報告っていうのは、これはみんな誤解されてるんですよ。なんか日本に厳しかったんだろうとみんな思ってる。違うんですよ。あの、まあ、甘々なんですよこれ。だから当時の日本の政府、犬飼剛首相は、ああよかったと思ったわけ。これで国際連盟の対立は避けられたと。だから我々は喜んで立党報告を受け入れようと彼は言ったんです。もし日本政府がこれ受け入れていたら、これで終わりですよ。もうで、その後日中戦争もなかったし、日米戦争もなかったし、で、日本が負けることもなかったし、原爆食らうこともなかったし、誰が潰したか。日本の軍部です。どうも犬飼が立党報告を受けるらしいってことを聞いた軍が、クーデターを起こした。若い軍人たち、海軍の軍人たちがジープで首相官邸に乗りつけて、土足で上がり込み、犬飼を出せ、
犬飼はもう70過ぎのおじいさん、背の低いおじいさんで、まあまあお若いの、落ち着いて話せばわかるからって言ったら、問答見よ腕バババババンって、現役の首相ですよ、犬飼は。首相官邸で軍に殺されました。これを 5.15 事件と言います。この事件の結果、それまでかろうじてバランスを保っていた日本の軍と政府の立場が完全に軍が上になった。もうこの後首相は軍に逆らったら殺されますから、みんなビビっちゃって、もう軍の言いなりになっちゃった。だからもうなんていうか、日本政府自体が日本軍の傀儡になっちゃったんですよ。傀儡に、ロボットに。で、次の内閣は軍の言うまま国際連盟を脱退します。それからワシントン、ロンドン軍縮条約破棄。さて、中国の方を見てみますと、これも奇怪な動き、満州全土が占領されたにもかかわらず、南京の蒋介石政権は全く動かず、一人の兵隊も送ってこない。で、逆に張学良に対してもう満州から撤退しろと言うんです、蒋介石は。で、張学良がびっくりして、なぜですかって聞いたら、蒋介石はこう言ったんです。共産党が蘇った。南中国江西省の瑞金というところに、共産党の残党どもが赤旗を立て、中華ソビエト政府なる政府を作り上げた。ああ、もっと上海クーデターで徹底的にやるべきだった。甘かった。これから、瑞金を叩く。蒋介石はこう言っている。今は日本と戦う時ではない。日本軍は遠くにいるが、共産党は足元にいるんだ。またこうも言ってる。日本軍は皮膚病に過ぎない。だが共産党は心臓病である。こちらを先に治療する。満州に一人も送らなかった兵隊、国民党の軍隊、100万。これが瑞金を攻撃。瑞金にいた共産党の軍隊、皇軍、米人の軍隊、皇軍、30万。100万の軍隊に包囲され、水食料は断たれ、空からは空爆をされ、めちゃめちゃにされ、ついに溜まりかねて脱出する。そして、親分のソビエトに近い北へ大移動する。これを徴西という。国民党と共産党の内戦、国共内戦と満州事変は全く同時進行。だから日本はやりたい放題できたわけだ。もう満州に事実上中国軍いなかったんだ。徴西、英語でロングマーチという、目的地は黄河の上流の延安というところ。瑞金から延安、出発した時は30万いたんですが、無事に延安に着いたのはわずか数千名だったという。ほとんどが消えた。ある者は国民党の空爆によって、ある者は餓死。もうこのチベットに近い山を越え谷を越え、泥水を飲み、木の皮をかじり進軍する。生半可な共産党員は皆死ぬ。で、逆に言うと、延安まで無事にたどり着いたのはもう筋金入り、骨の髄まで共産主義者、革命のためなら死んでも構わないという連中だけ残った。そしてそのリーダーが毛沢東。毛沢東って人はこの徴西で権力に握った。また、世界の共産党の司令本部、コミンテルンがモスクワにある。で、コミンテルンはこの中国共産党を支援するわけですから、毛沢東たちを支援するため、こういうことをやりました。これはね、モスクワ放送の発表です。
モスクワにも何人か中国共産党のメンバーがいたんです。でモスクワのラジオを使って中国全土に呼びかけをしました。81宣言と言います。30年代中国のプリントをした、これはよくね資料問題が出るやつ、読みます。81宣言、救国抗日のため全同胞全国民に告げる書、35年8月の1日、モスクワ。日本帝国主義の我らに対する進撃はますます激しい。南京の売国政府は一歩一歩投降し、我が北方各省も東北四省について事実上陥落してしまった。蒋介石、張学良などの売国奴は数年来無抵抗政策をもって我が国土を売り渡し、敵日本の一切の要求を受け入れていると、まず散々罵倒しておいて、途中からガラッと変わる。だが共産党とソビエト政府は改めて全同胞に訴える。兄弟は内輪もみをしても外の穴取りは一緒に防ぐということわざがある。その真剣な覚悟を持たなければならない。もし国民党の軍隊がソビエト攻撃をやめさえするならば、共産軍は直ちに敵対行動を停止し、彼ら国民党と親密に手を携え共同して救国する、つまり日本と戦うことを望むものである。一口で言うと、内戦やめて抗日ってことです。さてこの呼びかけを聞いた蒋介石は何て言ったかっていうと、罠だと言った。騙されてはいけない、奴らは私を日本と戦わせて滅ぼすつもりだ、私は共産党を避けいただく。彼はガンとして変えない、効果なし。だがこの人は違う。蒋学良はこう言った。共産党は正しい、日本は父の敵、私は共産党と手を組みたい、こう言いました。これが八一宣言の効果、軍閥が共産党と手を組んだ。今共産党は延安にいる、軍閥蒋学良はそのすぐ南西安、昔の長安にいる。こんなそばなのに蒋学良は延安を攻めようとはしない。それで蒋介石は頭にきて、あの腰抜けめと言って、蒋介石自ら飛行機に乗って南京から西安にやってきて蒋学良をしっかり飛ばしに来る。ところが逆に西安で蒋介石は蒋学良に逮捕された。西安事件。蒋介石先生、あなたを逮捕します。何を言うか無礼な、あなたが内戦をやめないからだ。日本が攻め込んでる時に同じ中国人がなぜ殺しちゃう。あなたの口から内戦をやめると、共産党と手を組むと発表しなさい。嫌と言ったらあなたを殺す。もう本当にこの時蒋学良は蒋介石を殺すつもりだった。共産党も駆けつけます。共産党の周恩来って人が飛行機でやってきて説得します、蒋介石を。で一晩説得して、でついに蒋介石もですね、もうこれ以上頑張っても自分の身が危ないから、でついに翌日、分かった、内戦はやめると言った。この西安事件でついに国共内戦が止まった。これまで中華民国できて以来ね、まあ簡単に言うと政府が3つあって、軍閥政府、国民党政府、共産党政府で、これが3つもいがみ合ってるから、だから日本は何でもできたわけさ、簡単に言うと。でこの西安事件によってこの3つがさ、こうピッてまとまっちゃったわけよ。かってね、だもうこの段階で日本には勝ち目がなくなったわけです。だからやめるんだったらこの時やめるべきだったね。
ところが日本でやったことはこの後逆にここに攻め込んだんです。これが日中戦争って言うんです。第三次元現場37年の7月の7日7が3つラッキーセブン七夕の夜に、北京の西南盧溝橋という古い橋のたもとで日本軍と国民党軍が武力衝突。北京は満州軍に入ってませんから、なんでそこに日本軍がいたかというと、これはいいんです、いても。当時北京には日本軍もイギリス軍もアメリカ軍もフランス軍もいました。なぜかというと義和団事件以来北京には外国軍隊いていいんです。これは問題ないです。七夕の夜に夜間軍事訓練やった日本軍が、でその日本軍のキャンプに銃弾が複数撃ち込まれた。バン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 で撃ったのは国民党だってことになって、で撃ち合いになった。これが盧溝橋事件と言います。ただし、この程度のことはよくある話で、だって軍隊を外国に置きゃそれは撃たれますよ。ね。だって今アメリカ兵が毎日イラクで撃ってるからね。で、それは現地でよく話し合って、こういうことないようにしようって言えばいいことであって、ね。ところが、この話を聞いた日本軍が、援軍を送るって言い出してですね。で、どんどん拡大しちゃって、で、やがて日本軍は、北京を占領し、山東半島を占領し、上海を、南京を、広州をってこなっちゃって、最後はこうなっちゃうんですよ。これが日中戦争。よくわからない。あのね、最初のドッカンね、張作霖やったのは関東軍。鉄道爆破も関東軍です。石原莞爾って男です。でも、盧溝橋わからない。誰やったか、未だにわからない。鉄道爆破やった石原莞爾という関東軍の参謀が、こう言ってますよ。我々は満州でやめるべきだって。頂上の南に行ったら、泥沼化するから、行ってはいけないと。関東軍はそう言ってるんです。だから、これを日本軍の謀略っていうのはちょっと無理があります。無理があります。それから、国民党にしてもですね、この凶暴な日本軍をあえて挑発することに何の意味がある？そうすると、盧溝橋事件が起こって一番得したのは誰かというと、共産党。これでもう、蒋介石は日本と戦わざるを得なかった。で、正式に第二次国境が裂くと言って、で、日本との全面戦争だ。正式には、抗日民族統一戦線という。いいか、第一次は、敵は軍閥。第二次は、敵は日本です。皇軍は、国民党の軍隊、国民革命軍の下に入ります。蒋介石の国民革命軍の下に入って、国民革命軍第八路軍と名前を変えます。で、主に、ゲリラ戦を担当します。日本軍と正面で戦うのは蒋介石。で、その日本軍の後ろに回って、後ろで、鉄道の爆破とか、テロとか、そういう破壊活動をするのが共産党。だから、盧溝橋で最初に撃ったのは誰かという問題になって、やっぱりこれで得したのは共産党なんですよ。で、日本が攻めてくれば来るほど共産党は力を持つ、民衆の支持を受けるってことですね。それにハマった日本もバカだ。どんな戦争も必ずどこまでやったらおしまいという計画があってやるもんです。日清戦争、日清戦争ってのはあれははっきりしていて、朝鮮です。朝鮮を抑えるためです。朝鮮を抑えるときに中国が邪魔だから日清戦争。で、ロシアが邪魔だから日清戦争って言うんです。ね。それから、満州事変についても、言い悪いは別にして、理由はわかります。あれは、満州を取るためです。で、当時世界恐慌を待った中で、日本はもう輸出が止まっちゃってますから、満州を植民地にするということはもう明白です。ということは、満州を取ればおしまいです。ね。
その点この日中戦争というのは全くわからない。いくら調べてもわからない。多分なかったんだろう、目的が。行けるところまで行っちゃえってことだったんだろう。それから中央の決定と出先の行動が全く違う。日本の政府、当時近衛内閣、政府も、それから日本の軍部の本部、参謀本部でさえも、中国全土の政府なんて言ってないですよ。で、例えばね、上海です。で、上海には、疎開がありますから、日本人が1万人ぐらいいたんです。で、この日本人の命が今危なくなっちゃってるんで、日本軍としては、この上海の日本人を守るため、軍隊を送ると決定した。だから、この日本軍は、上海派遣軍って言ったんです。激しい戦闘の末、日本軍は上海全体を占領します。国民党の軍隊は、上海から撤退します。これで、目的達したんだから、止まるべきなんですよ。ところが、この上海派遣軍は、現地の判断で、行っちゃえと。南京まで。で、南京を落とせば、蒋介石負けるだろうと思ったらしいんですよ。今度はね、南京に向かって進軍が始めるんですね。東京の司令部がね、これをね、追認するんですよ。なぜかっていうとね、そもそも、満州事変っていうのが、現地軍、関東軍のやったことでしょ？で、あれ成功しちゃったんだから、だから、まあ、現地に任せればいいやという、こういういい加減な判断で、で、東京の司令部はこれを黙認するんです。で、日本軍がどんどん南京に迫っていく。南京は首都です、首都。中央の。蒋介石は、逃げました。南京市民と兵隊を置いて。それで、もう総司令官が逃げちゃったもんで、国民党の軍隊はすっかり戦意をなくし、次々に日本軍に投降したんです。で、たちまちものすごい数の捕虜が捕まったの。上海南京の距離ってのは、日本で言ったら東京名古屋間ですよ。東京名古屋間をガンガン進んでいって、その間にもう何十万という捕虜を捕まえちゃったわけ。それで、国際法では、白旗を上げた捕虜は、もう撃っちゃいけないんですよ。殺しちゃいけないんですよ。これは1906年にオランダのハーグで結んだハーグ陸戦法規法律があって、で、捕虜に対しては人道的な配慮を行うと。で、食料、水を与えるっていうことを日本も承認してますよ、これ。ただし、この軍隊はもともと上海を取るための軍隊なんで、その分の水、食料しかないわけですよ。だから、日本兵は自分たちが食うものもないのに、なんで捕虜に、ね、食料を与えられるかっていうことだった。で、かといって、釈放すると、また撃ってくるから、敵が。で、どうもね、処理に困ったらしいですね。それで、これまた現地の決定で、始末をしようと。で、捕虜をたくさん殺しました。で、これがまた噂になって、日本兵は捕虜も殺すってことになって、ますます中国人は、中国の軍隊はパニックになった。それで、中国兵はこの南京に向かって逃げるんですよ。さあ、日本軍は、逃げたから追えって言うんだよ。追わなきゃいいのにさ、追うんだよ、これがまた。それで、南京に行っちゃったんですよ。で、南京が落ちちゃって。で、もう当時南京市内はパニック状態で、逃げ惑う一般市民と、あと、脱走兵ね。中国人の。で、軍服してると殺されるってことで、軍服脱いじゃって、中国兵が。で、民間人を襲って、服よこせって言ってですね。民間人に化けるんですよ。これも国際法違反です。それで、南京の中心に難民保護区ってのがあったの。アメリカ人とかが管理してた。で、そこに難民と一緒に中国兵が逃げちゃった。で、中には武器持ってる人もいて、で、難民保護区から日本に向かって撃ってきたりするんですよ。めちゃくちゃなんだよ、もう向こうにやってることも。それで日本兵としては、もうその難民と脱走兵の区別がつかないから、怪しい奴は全部しょっぴきで行けってなった。で、日本兵が難民保護区に入って、で、わかんないから見た。だから、まあ大体ね、18区から20代前半ぐらいで、日に焼けてて、目つきの鋭いのは軍人だってことになって、みんな捕まえて、それで、殺したんですよ。これが後に南京虐殺と言われる事件です。
日本軍が南京に入ったのは37年の12月で、市内の脱走兵狩りが終わったのが約一月後で、38年の1月に南京市内は平成に戻りました。で、難民保護区にいた市民たちも一旦お家にみんな帰って、で、日本軍は正式に入場式やりました。そこにですね、意外な人物が。はい、王朝明です。王朝明が南京にやってくるんです。それで何て言ったかというと、日本軍と協力するって言ったんです。で、彼は、以前、蒋介石と対立をして、本当は自分が孫文の後継者だったのに、蒋介石の下に置かれたんですね。で、そのことをずっと恨んでいて。で、蒋介石では日本との講和ができないから、私が国民と代表となって、日本と講和するって言ってきたんですよ。で、日本としては、これはありがたいということで、彼を迎えて、南京にこの王朝明政権というのを作ったんです。王朝明は現在中国では、売国奴と言われます。で、一方、蒋介石の方は、長江をずっと逃げて、内陸に逃げて、武将から重慶、四川省の重慶まで逃げました。で、日本軍は後を追いますが、もうとにかくでかい国で、追っても追っても追っつかないんですよ。それで結局ね、日本軍はですね、ここまで、武将までしか占領できません。で、あとは飛行機飛ばして重慶空爆は知ってますけども、ついにその重慶の街は落とせなかった。だから蒋介石が生き残ったんです。で、蒋介石はアメリカ、イギリスに助けを求めた。で、アメリカ、イギリスはこっち側のフランス領インドシナ、ベトナムね、こっから重慶に武器を送る。あるいはイギリスのビルマから武器を送る。これを延焼ルートと言います。そうするともう永久に戦えるわけで、と日本としてはこの延焼ルートを立たないと勝てないと中国になったわけで、で今度は日本軍はフランス領をインドシナに進駐するってなるんですよ。でどん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 アメリカイギリスと関係悪化していって、で最後は真珠湾にドッカーンと言ってです。で結局全世界を敵に回しちゃって、4年後に原爆食らって滅びたわけ。戦後日本の戦争犯罪を裁く裁判っていうのがあちこちで開かれました。東京裁判っていうのがあって、この上海派遣軍の司令官だった松井大将って人は永久戦犯、侵略戦争を実行した罪ということで絞首刑になってます。ただ東京裁判の時にはその南京虐殺のことは全く出てきません。で、あの話が出てきたのはもう戦後しばらく経ってからのことで、37年の12月から38年の1月にかけて日本軍が南京の一般市民を無差別に殺したって話になったんです。戦後になってからその殺した数がどんどん増えていってですね、今では中国政府の公式見解は、あの時に日本軍は30万人殺してる、南京市民を。これはナチスによるアウシュビッツのユダヤ人殺戮に匹敵する人道に対する罪であるということになってる。だからちょっと待ってくれ。この事件の後、当時南京の人口は20万だった。脱走兵が加わったとしても20数万と考える。そこでどうやって30万殺すんだ。で、仮に死者誤入で30万というんだったら、38年の1月段階で南京市民は一人もいないはずだ。ところが実際には38年の1月に南京は平成に戻ってるんだ。元に戻ってるんだ。一般市民生活に戻ってるんだ、元に。これどういうことだ。その南京市民はどこから出てきたんだ。蘇ったのか。そしてその南京に王朝明が帰ってくるんだ。もし本当に30万見直ししたんだったら、そこに王朝明が来るか。現代史っていうのはもう実際に何があったかっていう話と、それから現在権力を握ってる政府の宣伝プロパガンダ、これがもうぐちゃぐちゃになってる。で、つまり現在の中国政府は共産党政府だから、日本軍が残虐であればあるほど
それと戦った共産党は偉いってなんですよ。俺、南京も行ったことある。南京には、町外れに虐殺記念館っていうのがある。遺骨が掘り返されてあって、そのまま見られるようになってる。おびただしい遺骨が。で、全部日本軍殺したってことになってる。だから、壁に巨大な字で、30万とか言ってる。あと中に入ると巨大なパノラマの絵があって、日本軍が殺しまくってるやつ。俺行った時に中国人の女の子が彼氏と一緒に目に来ていて、はぁ、はぁってため息つきながら見てた。で、その博物館ずっと見終わると最後に共産党が出てきて、で、共産党がいかに偉かったかって宣伝がバーッと書いてます。まあ、あれは完全にプロパガンダです。で、同じことは日本にも言えるわけで、日本としては、その日本軍の残虐性を言われちゃ困るわけで、日本の中の右寄りの人たちは、例えば全く殺してないなんていう人もいます。これもデタラメです。だから、真実はその中間にある。日本兵の書いた日記に、今日何人殺したって結構出てるんですよ。で、それを足していくとね、最低4万は殺してますね。で、それほとんど捕虜です。中国兵です。で、その中に一般市民もいたんでしょう。おそらく。その割合がわからない。まあ、いずれにせよ、南京まで行ったのは失敗だ。二度とやってはいけない。